おはこんばんは皆さん、どうも20歳になったミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、本日8月1日日曜日12時44分でございます。8月1日は何の日でしょうかと言ったら、皆さん何て答えますか？そう、ミッキーの誕生日でございます。はい、ということでですね、本日をもちまして20歳になりました。めっちゃ貯めたよね、今めっちゃ貯めたけど。っていうので、まあ、今日はちょっと8月1日1日のミッキー密着みたいな動画にしようかなって思ってます。なんか正直言って、誕生日の動画って何やっていいか困るっていうので、毎年ね8月1日なんかまあもう困ってるから、1日密着撮ろうと思うのに、なんか結局てんやわんやして終わるんですよ。今日のスケジュール的には、誕生日会をする以外何もスケジュールはないです。近いあのうちの、まあ、おばあちゃん家ですね、ちゃちゃん家に行って、まあ、みんなで誕生日パーティーするっていう、それだけ。まずね、今なんで立ちながら撮ってるかっていうと、昨日ね、日付変わる前ぐらいから、ミッキーのお誕生日会っていうこのチャンネルで生放送をやったの。あの来てくださった方々ありがとうございました。はい、なんかね、同時最大接続数881人だって。やばいよね。あのちょうど8月1日になった瞬間の時が一番人数多かったらしくて、もうわーってなって、わーってなって、もうちょっと何も回せなかったんですけど、来てくださった方々ありがとうございました。グダグダだったにもかかわらず、生放送を やるっていうのになってさ、あの飾り付けをしたんだけど、昨日もう本当マジで午前中は、結婚式、知り合いの結婚式に参加して、で帰ってきて、で朝だったからもうお昼過ぎぐらいに帰ってきたのね。で帰ってきて、そのまんまこの飾り付けのための風船を膨らませたんですけども、そうこうしてるうちにサッカーが始まって、勝ったね。この動画が出てる時はちょうど準決勝の日じゃない？8月3日じゃない？この動画多分明日月曜日だから、プラスだから、ちょうど同じタイミングだ、多分この動画が出てる時は8時だから、スペイン戦、この動画が出てる時はもうちょうど私はちゃんと宣伝できてるか分かんないね、動画の。はい、ということなんですけど、まあそれは置いといて、でサッカー見て、でもうそっからあんま間髪入れずに、もう生放送だったんで、すごいなんかあんま私ハードスケジュール1日においていっぱい行事が入ることはないんだけど、いろいろやっててさ、でもう朝起きたら早かったの、その時、昨日だから、もう無理と思って寝ると思って、もうそのままの状態で寝たんですよ。そしたらですよ、はい、ご覧ください。ひどいことになっております。もう見てこれ、何事みたいな。本当はね、もうちょっと高い位置で貼っつけてたんだけど、もうこれ実はね、あの朝起きた段階でもね、これもう剥がれてたのよ。一応今貼っつけたのよ。でもまあパーティーの後感がすごいからいいね、綺麗に映るね。はい、こんな感じでね、風船がばらまかれてて、でこれね買ったのよ。めっちゃでかいからね、これ。部屋がひどいことになってて、はい、机の上もこんな感じになってて、昨日使ってたマイクもちょっと一応バラバラにしたんだけど、チカちゃん、チカちゃんもおめでとう。あのこれチャッカマンこれろうそく昨日つけたから、チャッカマン置いてあったりとか、なんかまあいろいろとちょっと大変なことになってます。はい、で今これ着てるミッキーのこの T シャツ、これね、ミキオタの方からいただきました、ありがとうございます。はい、めっちゃ可愛いの。はい、で誕生日プレゼントですよ。あの、ウームからですね、いただきました。じゃーん、これやばいからね、みんな。名前が彫ってある、ストラップみたいなんだけど、ハッピーアニバーサリーって書いてあるの。日付とかも入ってて。やばくない？でね、MIKKI って、あの、ミッキーの、ちゃんと自分で決めた、あの、あれだからね。英語表記っていうか、ローマ字表記。そう。あの、C が入ってる方の、あれは、マウスさんの方なんで。私は、ローマ字でミッキーなんで。そこもちゃんと把握していただいてて、本当にありがとうございます。色も水色だからね。ちょっと袋から一回出そうかな。うわー、うわー。うわ、いい。本物の革を使用した、ストラップをいただきました。こっちか。だからさ、これ記念になるからだよね。20歳ってさ、結構さ、節目であるじゃん。こう形に残るものでくれたんだよ。鍵つけようと思って。はい、ということで誕生日プレゼントのね、もう紹介もあったし、もうないよ。あ、多分ね、今日ね、そのパーティーでお酒飲むと思います。その映像も収めようかなと。改めてね、ちゃんとね、
あの部屋でね飲むのも取るけど、とりあえず何やろうかな、まあ好きなことやれって話なんでね。今日日曜日だしさ、あのないのよ、今日休みなのよ。動画も映画でも見ようかな。本当はさ映画館行こうと思ってたんだよ。暑くて、いやもう無理だなと思って、暑いからいいかなと思ってやめました。なんか見たいと思う。何見ようかな。洋画か邦画か、今日ちょっと邦画の気分かな。映画選ぶときって尋常に時間かかるよね。見るか。人間失格見てみようかな。うわ、うまそう。すっごい美味しそうに映ってるんだけど。こういうドレスを着たい。大変だよ、きついよ。だるいかもしれないから気をつけてね。ところによりこういう感じでも、ところにより、そうそう、ところによりところにより飲んでいただいても、はい、やばいね、なんか罪悪感あるで。ちょっともうこれを持っても私何も罪ではないんだよ。そうだよ。すごいことじゃない。だから罪じゃないこれ。何パーセントなの。 3%。 あ、3%やばいね。ちょっと緊張するよね。何これ。あ、ケーキか。ケーキでございます。昨日見たやつなんだけど、私すごい。え、これ置けないね。える。うわー、かわいい。やばくない。わわわ、あ、これほんと昨日ほんとちょうど。うわー、これ、え、やばやばいよね。これで進めてね。緊張するよね、やっぱね。ちょ、まだ入れない方がいいよね。なに人にはさ、花束いっぱいくれるけど、自分で多分もらったことない。うわ、マジで。うわうわ、やば、初めて。ありがとうございます。おー、サプライズ。うわ、すごい。ひまわり、8月だから。なるほど。北海道行った時、ほら、ひまわり。なるほど。うわ、やば、ありがとうございます。やっと。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアミユー。ハッピーバースデートゥーユー。いきます。おめでとう。はい、おめでとう。あ、お雨してる。あ、あ、それ切ったやつ、新しく切ったやつ。まだ残ってる。よし、じゃあ行くぜ。え、どっち行く？カルピスかな。カルピス行くわ。なんかね、飲んでるものだからね。行きます。何にも分かんねえな、お酒が。何にもないな。まだまだ飲むよ。逆に緊張。あ、とっとと乾杯しよう。はい、乾杯。音が鳴らなかった。もう一回乾杯。癖のある人みたいな。初めて。ここを見したかった。匂いはない。ゆっくり飲んだ方がいいよ。ゴーゴーゴー飲んじゃダメだよ。別にカルピス。アルコールの味しないの？え、なんだって。匂いがそう。お、カルピス。ね、いい匂い。匂い、飲んでもいい。怖いね、逆に。そうだよ、怖いよ。だから、まあ、お酒でちょっと怖い。そうよね、急に来るから。え、急に来る。間違えた、もしかしたら。ただの。そんなことないし、これはお酒ですって書いてあるから。とりあえず美味しい。現場からは以上です。現場からは以上です。はい、ということで8月3日になりました。ああいう感じで初めてのお酒を飲みまして、結局1缶全部飲めたんですよ。ちび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 飲んでね、すっごい時間をかけて1缶飲んで、で氷で薄めながら、でもう別にね、ほんと定期的にね、どうなのって聞かれてたんだけど、気分とか特になんもないっていう。で顔もね、自分じゃ分かんないけど、周りがさ、こう分かるじゃない、さすがにこう顔赤くなってたら赤くなってるねとか分かるんだけど、何にもなってなくて。2巻目ね、パイナップル、パインのやつ飲んだのよ。ちょっと動画撮らなかったんだけど、なんでかって言うと、バレーボール男子始まってもう盛り上がってて
っていうのでさ、ちょっと取れなかったんだけど、一缶開けてまた同じようにね。でもまあそれは一缶飲まず、まあ本当まあ3分の1とか、まあそんくらいだと思うんだけど、なんかお酒を飲んだことへのその変化ってなったら、酔っ払うっていうよりもまあ楽しくはなったってぐらい。ついに飲めたお酒のリアクションを皆さんには、まあこの動画の最後の方にご覧いただきましたが、こんな感じです。本当に全く飲んでないからね。アルコールパッチの動画でも言ってるけど、二十歳になるまでお酒飲むこと自体がダメだ。法律違反だから、それ。それは、お縄だからね、本当に。いや、お縄になるのかは知らないけど、でも法律上決まってますから、日本での法律はね、イギリスは5歳から飲んでいいんだよ、親が同意すれば。とか、いろいろあるよ、もちろん。でも、ここはイギリスではないです。ジャパンってことで。なんでこれ言ってるかっていうと、意外といるからね。そう、私の知り合いとかでも、え、飲まないの?みたいな。なんかちょっと、逆にこの逆にこう守ってた、ここの、こう私が逆におかしいみたいな。いや、それは違うなって、私も思うよ。さすがに思うけど。いや、でも大体みんな飲んじゃってるから、ダメだからそれ。もうその時点で一瞬私は引いてるからね。かっこいいことじゃないと思うから、ほんと普通に考えて。まっすぐと行くことの方が全然かっこいいですから。子供の頃から本当にお酒に憧れがあったの。まあ、映画が好きだったりとか、まあ、よく影響を受けるタイプだから、私は誠心誠意まっすぐお酒と向き合いたかったから、やっとだよ。多分ね、たしなめると思うよ。まあ、ちょっとずつ徐々にって感じだし、なんか体に合わない方があるかもしれないけど、あの二つは飲めたから、ちょっと安心したんですよ、そう。ということで皆様、たくさんのお祝いメッセージ、画像、イラスト、いや、本当にありがとうございました。で、YouTube にもね、生放送やって、まあ、さっきもお礼言っていたと思うんですけども、改めまして、来てくださった方々、本当にありがとうございました。夜中のね、それも7月の末、31日の1日になるっていう、この、まあ、微妙に忙しい時期に、私、誕生日で、まあちょっとね、時間取れなかったって方もいるかもしれないんですけども、まあアーカイブ残ってるんでね、まあ気になる方は、まあ、本当にてんやわんやして、あわあわしてる状況で、配信時間も遅れたりとか、結構トラブルあったんですけども、なんとか、1日になって、で、みんなにおめでとうって言っていただいて、記念すべき20歳を迎えたので、まあ気になった方はね、見てみてくださいって感じです。はい。なんか20歳の目標はみたいな、YouTube の方のコメントでも、結構なんか生放送で来てたけど、なんだろうな、なんか20歳になってやりたいこととかだよね。どっちかっていうと目標っていうか、美味しいお酒飲みたいよね。うん、美味しい。まあ、あれもすごく美味しかったんだけど、そういうことじゃなくて、なんかお店行って、あ、クジラバーだっけ?なんだっけ?あれ行きたいんですよ。映画のタイトル言ったら出してくれるっていう、そういうお店あったりとか、そういうとこ行ったりとか、あと、まあ、あれですね。本当だったら、まあ、一番最初に飲むお酒はディズニーだったんですけども、まあ、今ね、ディズニーでもお酒は提供してないので、まあ、ちょっと世の中が落ち着いたらというか、まあ、無事にね、提供できるようになったら、バー行ってお酒飲みたいなと。ミッキー20歳になったよという動画でございました。ということで最後まで見てくれてありがとう。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。なんかおすすめのお酒とかあったら、成人済みの方教えてください。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。